どうもこんにちは、キングヒデです。今日はですね、ギターがなかなか上達しない人のですね、悪い7つの習慣プラスアルファっていうですね、テーマで簡単に話をしてですね、進めていきたいと思います。先日ですね、今読んだ本の中でですね、有名なフランクリー7つの習慣っていうですね、有名な本のですね、世界でおそらく2000万部以上売れた本のですね、著者のフランクリー・コビ博士っていう人がいるんですけども、その博士がですね、10代の人に送るっていう本でですね、これも結構有名なタイトルの本なんですけども、不幸せになる7つの悪習慣っていうですね、テーマの本があるんですね。で、それを僕は実際にその、以前読んだことがありまして、で、それをですね、読んだ時に結構インスピレーションというかですね、いろいろヒントがもらえまして、これは単純にその、それは不幸せになる7つの習慣っていう悪習慣ということなので、それの悪習慣をしなければいいんだなっていうふうに軽い感じで、気持ちで見ていた、読んでいたんですけども、実際深くですね、考えてみてみるとですね、この、その上達、なんて悪い7つの習慣っていうのは、ギターとかですね、あと音楽生活、活動をする上でもですね、結構応用が効くかなと思いまして、結構半ば強引なところもあるかもしれませんが、このですね、悪習慣、悪い習慣のですね、7つをですね、ギターがなかなか上達しない人の習慣に、結構当てはまる部分がありますので、それをですね、今日は紹介していきたいと思います。まずですね、悪い習慣の一つがですね、人のせいにするっていうやつですね。これですね、自分の問題や、あと課題、そんなものをですね、全部人のせいにする習慣がですね、悪い習慣の一つでして、例えばこれギターとか音楽に置き換えますと、よくある言い訳ですね。自分には音楽の才能がないとかですね。あとギターや音楽を十分に勉強できる環境とかお金がないとかですね。あと、そもそも時間、忙しくてですね、練習する時間がないとかですね。あと身体的なフィジカル面で言い訳する点では、手が小さくて、若干そのギターを弾く上ではですね、ハンデがあるとかですね、そういったものがいろいろ、人のせいにするかというかですね、言い訳をしてしまう部分があると思うんですけども、ただですね、こういった他人とかですね、あと環境のせいにするのはとても簡単なんですけども、それではですね、何一つ解決はしないですし、あと何も改善されないですよね。なので、そもそもその、全ての条件がですね、最初から、満たされている人はいませんので、今の自分でできることは何かっていうのを考えながらですね、コツコツと、練習するっていうのがですね、すごい大事ですね。で、次のですね、悪い習慣の二つ目がですね、計画を立てないで、とりあえず始めるっていう習慣ですね。これはですね、明確な、あと目標とか計画を立てないでですね、とりあえず、ギターの練習を惰性で、始めてしまうことをですね。ただ全く何も練習しないよりかはですね、少しはマシですが、ただその、少ない時間でより効率的に、上達させたいっていうふうに思うんでしたら、あまり効果的ではありませんし、あとこれをですね、旅行とか、あと旅に例えますと、そもそも地図とかですね、ナビを持たずに出かけてしまうようなものですよね。やっぱりそれを、防ぐためにもですね、少し頑張れば、できそうなですね、短期的な、目標とかをですね、掲げて、それをクリアしていったら、徐々に、次の階段とかですね、次のステップ、次の地図を自分で思い描くっていうですね、そういうふうに、アップデートする感じでやるのが、モチベーションも長く続きますし、ギターを、練習するですね、モチベーションもずっと維持できるかなと思います。で、次のですね、悪い習慣がですね、三つ目がですね、大事なことはすべて後回しする習慣ですね。ギターを上達させるのはもちろんですね、一番大事なことっていうのは継続して練習することなんですけれども、ただそういった一番、当たり前といえば当たり前のことですけども、大切なことは十分自分では理解してはいてもですね、ついついですね、今いろいろ誘惑が多いですよね。単純に学生の方とかだったらゲームとかですね、あと、学生じゃなくてもですね、社会人の人でですね、今いろいろ、YouTube とかですね、あと、Instagram とかでですね、面白かわいい、例えば動物とかですね、そういったかわいい、癒し系の動画をですね、検索してしまったりとかですね、あとは、SNS ですね、Facebook とか Twitter、あと LINE とかですね、Instagram、そういったものをですね、SNS を、暇つぶしのようにですね、だらだらとチェックしてしまったりですね、あとは、なんていうんですかね、今、ライバーさんっていうですね、
17ライブとかですね、あと YouTube のライブ配信とかそういったものもですね、チェックしてしまったりですね、そういったことでですね、どんどん時間を潰してしまうっていう、その暇つぶしというかですね、なんですかね、気の紛らわせ方というかですね、そういったことでですね、時間を、浪費してしまうのもったいないですよね。なので苦手なこととかですね、あと課題としていることとかはですね、やっぱりどうしても、いまいち気分が乗らないかとは思いますし、そういった部分でですね、先延ばしにしてしまうことっていうのはですね、すごいあると思うんですけども、それにですね、心当たりがある方は、大事なことを後回しせずですね、まずは少しでも、ギターに触ってみるとかですね、あとギターに触るのがめんどくさいとか思ったらですね、やっぱりその定期的にそのメンテナンスとか出してですね、ギターの環境とかですね、そういったものを整える環境というかですね、弾きやすいようにメンテナンスとかするとですね、やっぱり気分のモチベーションもですね、少しは上がりますので、そういった一工夫をしたりしてですね、まずは練習するきっかけを作ることはすごい大事です。で、次のですね、4つ目の悪い習慣がですね、人生は勝ち負けの勝負だっていう考える悪い習慣ですね。ちょっとこれは極端な話なんですけども、人生は過酷な競争でラットレースだみたいなですね、何でも勝者と敗者をですね、分けてしまってですね、自分が負けることは嫌だからとかですね、決して自分の非は認めないとかですね、あと負けを認めないし、かつは人には謝らない、あとはですね、もっと悪いのはですね、人の不幸を見て、心のどこかで喜んでしまったりですね、優越感を感じてしまうっていう習慣ですね。で、これをギターにとか音楽に置き換えますと、自分よりも、ギターが下手な人がいたりですとかですね、あと歌とかで言いますと音痴な人、音感が悪い人とかを見つけてしまいますと、ついついバカにしてしまったりですね、あと話のネタとしてですね、友達同士で話したりしてしまうっていうのはですね、やっぱりその人としてというかですね、なかなかそういった人の周りの友達とかですね、友人とかでもできづらいと思いますので、やっぱりその気をつけてほしい点としてはですね、他人を笑う人っていうのは明日には自分がですね、笑われてしまうことをですね、知りましょうっていうことですね。結構哲学的な部分かと思いますが、これはですね、結構人生全般で当てはまることかと思いますので、他人を笑っているばっかり人のようではですね、いずれ自分が笑われる側になってしまうかもしれませんので、気をつけましょうっていうところですね。で、次のですね、悪い習慣の5番目はですね、まず自分が話し、それから聞くふりをする習慣ですね。そうですね、自分の意見とかですね、あとは主義主張さだけをですね、とにかく先にバーッと喋る。これはちょっと、なんですかね、日本の政治家にも多いパターンといえば多いかもしれませんし、あとビッグマウスとかですね、そういった人には多いかもしれませんけど、やっぱりその自分の価値観とかですね、意見が違う人の話を聞くのはですね、面倒だし、あと耳障りが悪いっていう風にですね、無視したりですね、あと何ですかね、そういった人の意見を聞くのはですね、疲れるっていう風にですね、思って避けたりする人はやっぱ今いますよね。で、これ、音楽とかで多いパターンでは、バンドのメンバーとのミーティングなんかもですね、その話を聞いているふりをしたりですね、またはですね、スタジオ練習などで自分の出しているギターの音だけをですね、聞いてですね、他の楽器の音は一切聞かないというかですね、あまり聞こうとしないっていう人ですね。なので、やっぱり、楽器、音楽やる上ではですね、特にギタリストに限っては、ドラムの音とかですね、ベーシストの音、バスドラとかですね、ハイハット、あとベースのフレーズなんかもやっぱり聞くことはすごい重要なので、その自分の楽器の音量をですね、すごい上げてですね、全体のバランスなどをあまり考えないっていうのがですね、結構これはギタリストあるあるなんですけども、下手な人の特徴ですね。で、これは僕は思い返してみると、過去のですね、僕高校生の頃とかですね、そんな感じだったので、これは結構今でも戒めてる感じですね。で、次のですね、悪い習慣6番目がですね、頼れるのは自分だけと思うですね、習慣ですね。独りよがりといえば独りよがりなところもあるかとも思いますが、常に正しいのは自分自身と思う考え方ですね。で、反対に間違っているのは全て他人、もしくは人のせい、もしくはお前だっていう感じですね。チームワークなんかそもそも嫌いだし、必要ないし、あと面倒くさい、そういった人間関係とか作るのがそもそも面倒くさいっていうタイプですね。あとはですね、自分勝手というかですね、独りよがりで、自分の世界だけにですね、引きこもってしまったりですね、こんな態度とかですね、そういった考え方とかでやっぱり生活してしまいますと、なかなか一緒にバンドを組むメンバー探しにも苦労しますし、
あと音楽仲間とかですね、実際に何て言うんですかね、音楽とかを楽しく語り合う仲間とかもですね、できづらいと思いますので、まあ、頼れるのは自分だけと思わずにですね、やっぱりその友達とかですね、まあ、自分自身がですね、人に好かれるためにですね、好かれるっていうふうに言うとちょっと戦略的かもしれませんけど、やっぱりそのあまり身勝手なかった言動とかはですね、慎んだ方がいいかなと思います。で、最後の悪い習慣7番目がですね、自分をすり減らす習慣ですね。まあ、何もかもですね、まあ、自分一人で、まあ、背負い込んでですね、頑張ったりですね、あとその自分一人で全てをやりたがってですね、そうしてしまいますと、やっぱりその忙しいので時間が足りなくなってしまいますよね。そのためその何て言うんですかね、気分転換をしたりですね、あと自分を磨いたりですね、いい音の追求とかいい音楽の追求をすることがなかなかその時間的に難しくなってしまいますので、まあ、そもそもまあ、結構自分をすり減らしてしまう人の特徴としては、新しいことを勉強したりですね、あとは新しい他のですね、音楽ジャンルなんかをですね、探して聞くこともあまり好まない傾向があるんですよね。やっぱりそれだとその自分の音楽センスとかですね、あと知見だったりですね、幅を広げることがなかなか難しいので、なのでそのまあいい本をとかですね、あといい映画、あと自然の中とか散歩とかしてですね、そういったところから受け取るインスピレーション、直感、そういったものはですね、すごい大事だと思いますし、やっぱり偉大なミュージシャンとかっていうのはですね、やっぱりいい本とかですね、いい映画からですね、インスピレーションを受けたりですね、あと時にはまあ、いろんな海外とかを旅したりしてですね、そこで得られるインスピレーションをもとに、まあ、作曲したりしてですね、いい曲がたくさんできているので、まあ、やっぱり有名なところで言いますとビートルズとかですね、あとはそのまあ、ビートルズだったり、あとミスタービッグとかですね、あと有名なところで言いますと世界いろんなところ旅してやってるのはスティーブ・バイとかはですね、まあ、ツアー先とかでですね、旅、まあ、ツアーしてる最中に、まあ、頻繁に外に出てですね、カフェとかで落ち着いたところとかでですね、結構曲とかを書いたりするっていうのは有名な話なので、そういったところはですね、まあ、参考にしてみるといいと思います。で、まとめますと、まあ、ギターがなかなか上達しない人の7つの悪い習慣ですね。まずは一つが人のせいにする。で、次が、計画を立てないでとりあえず始める。で、次が大事なことは全て後回しにする。で、4番目が、人生は勝ち負けの勝負だっていうふうに思ってしまう習慣、悪い考え方。で、まず5番目が、まず自分が話し、それから聞くふりをする。で、次が、頼れるのは自分だけと思ってしまう独りよがりな考え方。で、最後は自分をすり減らしてしまう習慣。で、まあ、こういったことはですね、やっぱりその、まあ、なかなかですね、まあ、考えてみると、まあ、自分には全く関係な、当てはまらなかったって思う方はいいと思うんですけども、まあ、一つとかですね、まあ、何かドキッとすることがありましたら、まあ、やばいとかって思った時点では、思った場合はですね、まあ、改めて見るのがですね、いいと思いますし、ただその、まあ、やっぱり大事なことはですね、そういったことを自覚した上でですね、まあ、少しでも改善しようと思うことだと思いますので、まあ、実際に僕自身もこの本を読んだ時にですね、結構内心ドキッと思ったところがありましたので、まあ、結構悪い習慣をやってしまっているところもありましたので、まあ、そういったところはですね、改めるというかですね、見直す機会にはなるかと思います。まあ、そもそもまあ完璧な人間とかはいませんし、まあ、優れた一流のミュージシャンでもたちもですね、まあ、なかなか最初からできている人はいませんので、まあ、日々ですね、自分自身で意識してまあ見直していくことがですね、大切だと思います。で、さらに追記して、まあ、プラスアルファでですね、まあ、もうギターが上達しない人の特徴ですね、さらに深掘りというかですね、より具体的なことを挙げていきますと、まあ、結構これもあるあるパターンなんですけども、まずですね、手元ばかりを見て弾いてしまう人、次にですね、周りの音をあまり聞かない人、まあ、特にベースとかドラムですね、を聞かない人で、次に自分の、プレイをそもそも録音しない人、あとですね、人からのアドバイスを聞いても、まあ、聞き流す人とかですね、そもそもアドバイス自体も求めない人、まあ、こういった人もですね、やっぱりなかなかギターが上達しない人の特徴かなっていうのは、周りの人とかも見ていたりですね、あと実際に、まあ、人から聞いていく中でもですね、こういったところは結構特徴としてあるかなと思いますね。なのでやっぱり総称してまとめますと、ちゃんと他の楽器の音を聞いてですね、定期的に自分の、まあ、ギタープレイっていうのは録音した方がいいですね。で、特にその、まあ、録音をしてですね、自分が出している、まあ、サウンドメイクもそうですし、リズムの感じとかですね、あと出音、
の感じとかも含めてですね、客観的に聞くことはとても大切なんですね。でやっぱりその、ギターを弾くときに、実際に耳に入るときの感覚と、あとで冷静にその録音したものをですね、音を聞くときでは全然その違いますので、やはりその辺は感覚のズレがありますので、やっぱり定期的に自分のプレイを録音してですね、で録音した上でですね、何が足りないのかとかですね、さらにいい音にするために改善点は何がない、どうしたらいいのかっていうのでですね、すごい考えることは大事でですね、でそういったところをすごい意識して聞いてみますと、普段の自分ではなかなか気づけなかった新しい視点とかですね、でさらにいい音を出すにはどうすればいいのかっていうのをですね、頭の中で考え始めるので、やっぱり定期的に自分の、ギタープレイをですね録音することはすごい大事だと思います。あとはその実際に、プレイした録音をですね、自分よりも上手い人とかですね、あと実際にギター教室とかですね、実際に自分の師匠とか音楽の師匠とかいるんでしたら、そういった方にですね聞いてもらってアドバイスを求めることもすごい大事ですね。でやっぱりその、人のアドバイスを素直に受け入れて、でそれを自分の普段の練習に生かすっていう人がですね、やっぱり上達のスピードはですね速い傾向がありますので、やっぱり定期的に録音して、人にアドバイスを求めるっていうのはですね、すごい大切なことだと思います。で今はですね、やっぱりスマートフォンなんかで、スマートフォンとかですね、 iPhone とか iPad とかでもですね、手軽に録音ができてしまいますので、ギターの、技術スキルをですね早く伸ばしたいという思っている人は、気軽にですね定期的に録音してみてですね、聞き返してみるっていうのはですね、めちゃくちゃ大事な習慣だと思います。今回はですね、簡単にですね、ギターが上達しない人のですね、7つの習慣とプラスアルファ、自分のかなりの視点とでも含めてですね、紹介させていただきました。今回の動画がですね、少しでも役に立ったとかですね、参考になったとかですね、面白いと思っていただけましたら、高評価のグッドボタンとですね、あと僕のですね、このチャンネル登録のこととですね、あと通知が行くようにベルマークのですね、通知をオンにしていただけると、すごい励みになります。今回もですね、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。